スープインプです。はい、これ声聞こえてますか？いや、なんでそれ。スープインプ東京編です。これ近くない？大丈夫？やりましたね。おめえがやかましいわ。お前逃げない。僕主でやらせてもらいます。今日から撮影の裏側を Vlog みたいにやっていこうと思います。ドキュメントとして上げていく、はい、これ見て東京ので撮ったノーカットのスープインプ楽しんでほしい。そう、これもありきで。そうやね。で、なんかそう、そのところどころで撮っていくんやけど、その合間合間の俺らのなんかふざけを、秘話をいろいろ楽しんでもらいたいし、映像に残していける。はい、お願いします。はい、で、早速今、東京駅です。いえ、すごいね。さっき合流したけどね。そうね、ゴールデンウィークど真ん中の東京駅。おお、やばいやばい、インプがもう。今日は、合流します。いろんな東京でしかコラボできない人と。そうだね、ダンサーも含め、芸人さんも含め、またでもそういうのしていきたいよね。うん、じゃあ一旦ここで一本撮って、また次にって感じで。そう、スープインプの醍醐味とは何でしょうね。まあ全てがインプロ。いや、全てではないのかもしれないけど、まあでもなんかその時々のこう雰囲気をこうなるべくこう映像に、ダンスと映像でその時の雰囲気のこういいとこをトリップするなんて。はい、そういう感じですね。だからあえてもうここで撮ろう、この曲で撮ろうっていうのはあえて決めずに、もうここに来て、じゃあ並木曲何ってやるよ、ね、決めてもらう。で、今回はどの曲ですかね。ちょっと、まあ、結局は最近聴いてるみたいな気持ちの曲、最近聴いてる曲とかにもなるんですけど、うん、そうね、今日はまず、でももうサバイバーかな、結構いい感じ、こういうのもありかもね。ちょっとこの一本道がさ、かっこいいんじゃないっていう。でもね、すごい、見て、お客さんが、あ、やばい、オーディエンスがすごい。はい、たくさん来て、はい、皆さん、見に来ていただいております。ということで、はい、ちょっとやってみましょうか。スープはね、基本的に音も生音をっていうかスピーカーから流して、みんなの迷惑にかからない、迷惑にならない程度の音量でこれで流しながら撮ってます。実ははい、今ストレッチ中です。じゃあ本日1本目撮っていきます。はい、終わりました。あ、もう、はい、ちょっと待ってね。ちょ、これ一発目なんて。正直ね、一発目の時はいつもなんかこういうウォームアップ。あと、ヒゲ剃りました。あとさ、髪染めた？あ、そう、ちょっとね、ほんま、ヒゲない。やめ。広いところはやっぱ大変です、マジで。特にね、こうまあ、あるんやけど、ない情報が あんまり。なるほどね。大きい情報が奥にあって、はいはいはい、ここはそういう情報ではない。ちょっとある意味舞台作りっぽくなっちゃうのか、なんかこう、そう、体メインになっちゃうので。なるほどね。まあ、はい、もうちょっとこう雰囲気とかスローリーな感じのかかと。はい、頑張ります。今日はい、ういマキさん、もしもし、お疲れ。ありがとうね、マキ。どこ？あれちゃうか、わけ。ありがとう、わけ。ごめんな。わけです。わけ、これ、こんにちは。え、もう。いや、じゃあなんか今回からドキュメントとして、あ、いや、全然。すごい Vlog もやってるから。なんかレッドブルのお兄さんみたいな。おるな、こんな人。あ、こんにちは。レッドブルどうぞ。いや、おるな。おるわ、レッドブルの人。俺絶対受け取らへん、あれ。ミュージックビデオとかもやってるから。あ、よろしくお願いします。はい、今日のスペシャルゲストは、脇が、同級生で、はい、一番初めの
大学の友達で。あ、大学が同じ。そう、大阪で芸人やってる。そうですね。なるほどね。で芸人で、はい、もう何やろ、冠番組を3つぐらい持ってる。持ってへんて。あこんな渡り切ったところでごめんね。いやマジでよろしくお願いします。あ、いやいや、お願いします。え、じゃあ今日は秋さんも踊るという。あ、もちろん、主体で僕主でやらせてもらいます。そうね、演出兼。あ、なるほど。そうね、じゃあ僕はもう本当に脇のディレクションのもと踊らせていただくって。そう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 ね、主従関係がすごいから。どうなん、どう、どうしよって。いや、こっからやったらもうこっち近い。え、歩けるんかな。え、それこそ銀座とかの方が歩行者天国。登場は難しいから、まあちょっとこれ本当に初めて笑わない、笑ってはいけないスープインプですよね。はい、っていう感じ。うん、別に脇のダンスはあかん。ちょっと待って待って脇、ちょっときついな。いや、入れない。頼むわ。真剣にな。オッケーオッケー。真剣やから、マジで。オッケーオッケーオッケー。はい、真剣に。そうね、そうね、うん、そのちゃんとダンスしよう。そう、うん、個性やからこの。はい、スープインプ東京編2本目いきまーす。勝った最初の。綺麗や、素晴らしい。おい、これは素晴らしいな。これいいね。TV とかもめっちゃ好きやから。あ、そっかそっか、そうやな。これから並木おすすめのカレー屋でお昼ご飯食べに行きます。なんて、ちょっと待って、営業時間外って出てる。ちょっと待って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 、おい、ちょっと待って、電話してみるわ。やりましたね。カレーの絶品、あなたはカレーの美味しさを新発見する。やりました。やりました。脇がやりました。脇がやりました。いや、俺がやりました。ちゃう。なんでやったんで。行きたかったボンディは、はい、今日はでした。お休みということで。なんか脇なんか渾身のさ、うん、なんかこう、やかましいわ、もらっていい。なんやそれ。最低やな。友達かほんまにお前。近。ごめんごめんごめん。ごめん脇。ごめんごめんが一番あかんのよ。ほんまに怒ってるみたいな。大丈夫。あ、そうかそうか。全然大丈夫。ごめん、素人出た。ごめんね。やろうか。何や、渾身のなんか、そうね、渾身の、うん、なんか、なんていうか、やかましいわみたいな。やかましいわ、オッケーオッケー。じゃあなんかちょっとやかましいことしてくれる。そうやな、うん、欧米か。やかましいわ、お前近いな。まあこんな感じのわけやけど、今日は来てくれて一緒に撮ったんで、このそのスープもぜひ楽しんでください。いや、マジで真剣に踊りました、ね。はい、真剣にね、はい、ありがとうございます。ありがとう、はい。普段はあの副業としてあの芸人ってやらされる。副業ちゃう。本業。本業ね。本業。副業がダンサー。ああ、本業ダンサーでもない。ややこしいな。難しいな。どっち？いや、本業お笑いで。がお笑い。ダンサーは、うん、本服？本業？だ。分からんわ。やかましい。やかましいわ。何がや。どういう部位？何その手振りながら。ほんまにまだあの。あ、バイバイ。お疲れ。あれとか呼んで。うん、あの単独公演とか。あ、オッケーオッケー。ゲストでも何でも。ありがとう。いい友達ですね。はい、脇が楽しい。いいね、じゃあ次行きましょう。はい。でももうお腹いっぱいでちょっと眠たいよね。眠たい。オムライス美味しかったです。何ここ。いや、いいよ、いいよ。お、ちょっと待ってよ。いかつ。え、これ普通に欲しいよ。いいですね。ここでこう。すごいここ。そう。公平がね。ワイヤレスイヤホン。今でも普通に秋葉原に来ているんやけど、すごいね。これ近くない？大丈夫？すごい。たくさん炭治郎がね。
炭治郎と、これ何、これ全員いつやね、全員いつやねんて。何あれどうだった全員いつやで、これ。いやこれ、これ何やったっけなと思った、思い出しちゃった。買いましたよ、はい、これもうなくさないでくださいね、はい、大切にしてください。ほんまにね、ビビるほどね最近物忘れがやばい、やばい、そう、はい、もうここで開けちゃうの。いやこれなくしたいな、公平、ほんまにこれ。いや、ちっちゃ、絶対なくすよ。ポケットに入れるのは良くないよ、首から吊るす。そう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 、それぐらい吊ってない。いや、ええやん、ええやん、ええやん。はい、じゃあこれ全然ええねん。はい、秋葉原編終了です。重いね想像以上に重い。いやすごいアイテムを紹介しますこれはもうね、革命です、革命ですね。革命起こりました。多分皆さんご存知だと思いますが、ちょっと一度見てみてもらっていいですか。こちらです、はい、先ほど公平が買ったこのエアポッドプロ、これ1台で片耳ずつはめて、そう、俺と並木で片耳ずつつけて、だから周りには音全く聞こえへんない状態で俺らだけが聞こえてて踊るっていうやつが、そうね、意外といけたね。そんなに離れへんかったらな、いけんの。並木カメラは下手くそすぎるもうちょい腕伸ばさない、ほら。あ、そうなんだ、はい、これしんどいな。でっけぇ。なんということでしょう。なんということでしょうかね。なんかね、うん、まあちょっと想像はしとったけど、うん、東京タワーが一番綺麗に見える、うん、なんかところがもう祭りです、うん、なるほど、祭りでした。ゴールデンウィークなんですよね。そう、ゴールデンウィークど真ん中やからな、うん、で、ここにあるんですけどね、東京タワー、ご覧ください、このこれどうよ、どうなん、実際どう映ってる。あ、まあ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 、その位置で踊るとかどうやったら結構、あ、いいかもね。いや、それはなしで、まあ東京タワー編はちょっと一旦一旦考えます。はい、考えて次、はい、都庁前の方に頑張ります。もうね、4時42分やから、そうやね、ちょっと休憩してから、はい、行きましょう。夜になりました。すごい、お、なんかすごいよ。これ大丈夫ですか？出ても、なんかこれはどういう、これは Vlog です。 Vlog らしいです。これは Vlog です。 Vlog？ Vlog です。 Vlog？ 京都だったら、やばい、最高、来た来た来た、え、こんな人おらん、さっきまで人見すぎて落ち着くしかないよ。やりましたね、やりましたね。これ東京タワーの失敗から、はい、都庁の広場に来ました。素晴らしい、素敵な方々にも来ていただいて、はい、で今日はね、その都庁の広場ので、レイコさんです。レイコさん、はい、お願いします。お願いします。リップ塗ります。お願いしますこれを無理にこう見せるぐらいの踊りを、そうやなあ、今共有された今ちょっと共有された。顔とかにこの葉っぱとかつけた方がいいそれやりすぎやりすぎなんか葉っぱ加えとくとどうでした？私は気持ちよかったけど、いやいや、めっちゃ気持ちよかったよ。楽しかった。ここがこう入ってきたし、なんか、まあ、いろんな音が聞こえた。ありのままでいいなって。あ、よかった。思ったよ。はい、すごい俺は緊張した。どうなったらいいんやろうって思ったけど、まあ。どう、撮ってて。撮ってて初めてかもね、おとなしのダンスは。あ、そう。けどまあ。なんだかんだなるもんやな。そう、舞台のクリエーションとかやと、うん、無音でこういうことは結構タスクとしてやるんですけど、うん、こうスープインプでは初めてこのオープンな場所で
おとなしい、おとなしで、いや素晴らしい、挑戦素晴らしかったです。お二人、ケイビーさんありがとうそうですね、ケイビーさんが引き出してくれたから、それ言っていいから分からんけど、レイコさんはそうです、帰ります、ありがとうございました、仕事行きます、ありがとうございました、初めまして、ね、レイコさんありがとうございます、またやりましょう、そうぜひお願いします、もう突然呼んでありがとうございます、これもタイミングよかった、楽しかった、ゆっくり夜へご飯食べて、はい、今から渋谷の撮影を行いたいと思うんですけど、まあ、ちょっと人減ったんじゃない、どう、そうね、そう、あっこら辺にね全部スープの映像が流れるために皆さん、応援よろしくお願いします、いいね、いい感じ、オッケーです、オッケー、やばっ、はじめて、そんで音かかって、音聞こえてきたらこう、俺と一緒に、あ、オッケーです、オッケーです、オッケー、オッケー、早いね、幸せならオッケーです、幸せ幸せならオッケーです、何これ、オンビーロンにしようか、ナイス、ありがとうございます、ありがとうございます、これいいんか、いいんか、ナイス、皆さん、ナイス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 、ありがとうございます、ありがとうございます、並木の化け物コミュ力によって渋谷の少年たちと急遽コラボした少年たちでもよかった、よかったね、いや、めっちゃいいと思います、あ、なんかガスガス持ってないわ、今、今、何点、今、何点、今、何点、いや、2点渋谷結構面白いね、結構いろんなアニクリエイターとか、おーね、ああいうのがいたりねいや本当に楽しみに、ちょっと見てみてください、本当に皆さん、うん、これはいいのができたな、なんか、うん、いい、いい、まあ、ひょみんないろいろ見ていい悪い言ってほしいし、なんか街の雰囲気が出たかな、終わったね、はい、終わりましたね、はい、スープ東京編の1日目し、ね、渋谷編が終わりました、はい、よかったね、よかったんちゃう、うん、結構なんかいい出会いもあったし、そう、なんか大阪とかなんか京都にはなんかないノリ感っていうかさ、そうだね、やばいな、なんか、うんうん、こりゃ首都やわって感じしたわそう、ね、いや、なんか結構こう話せたからよかった、うん、いろんな人と、そう、結構ね、みんな渋谷の人たちとも絡めたしな、うん、あ、おはようございます、おはよう、ほんまにおはよう、この眠たそうな体、眠たいんから、あの重い体をね、あ、逆に合ってるかもな、やってみよう、すごい、これで東京の落ちてたシリーズ3つ目やけどさ、うん、まあ、これまず椎茸やん、うん、で普通になんか蛇、蛇落ちてた蛇落ちて、で最後使用してないごめん、あらすごいよね、これ、いや、の中でもさ、一番落ちて、なんで落ちてんのって、まあ、だってこれ、椎茸の調理後のゴミやで、しかも結構いっぱい落ちてるしな確かに、これ結構面白い、今回ちょっと長尺で行ってみようか、お、長尺、歌舞伎町徘徊、徘徊なんか朝の頃から絶対最初のさ脇のところからさ見てさ、だんだんテンション低ないなってんのおもろやろな、もう行く、ええんちゃう、できたさ
いいんちゃう、リクエストありがとうございましたよね。いや、よかった。よかった。見たいわ。うん、かなりいい。なんか気持ちも入ったし。うん。なんかすごい出会う。なんか、歌舞伎町やったな。その歌舞伎町やったね。なんかね。にしてもさ、一番最初のさ、始まりのところさ、めっちゃしょんべんしてなかったね。やばい。はい、ありがとうございます。塩袋の蕎麦やな。はい、どうぞ。納豆です。うん